回からまた突如レギュラー争いが始まって丸との競い合いということになります。この争いに次こそ勝ってスタメンを勝ち取ることはできるのか。いやだとしてもおかしいけどね。なんでお前丸はそれに納得してまたこのレギュラー争いに臨んできとんねん。お前が勝ったやんけ、ほんの1週間前に。こっちはもう負けを認めたよ。お前はたくさん打ってたからね。あーこれ丸がいたらレギュラー無理やな、仕方ないな。だからまた代打で一から頑張って評価を積み重ねて、早ければ1ヶ月後遅くても2ヶ月後くらいにはまたこのレギュラー争いのチャンスをもらって、そこでは勝つぞっていう気持ちだったの。こんな早くレギュラー争い再開されたか、戸惑いでしかない。どうであれもらったチャンスを台無しにしないようにしていこう。これから5月7日の広島戦が始まって、その後横浜戦、それが終わったらすぐ交流戦が始まるのが今年の日程ということになってるので、そこに至るまで猛アピールをして、今レギュラー争いは始まったばっかで丸の方が上ですけども、こっちがリードを保てるようにしていかないと。ただこのゲームに関しては丸がスタメンで出る。前回のレギュラー争いの時同様、丸が猛アピールするんだったらどうしようもないんだよな。すごかったからね、めちゃくちゃホームラン打ってたんだよな。で今日ホームラン打ったのは岡本で、中田まで落ちましたね。お前らは別に打ってくれていいけど、丸は個人的に打ってほしくないんだけど、どうやろうか。ここから丸の成績にも注目していかないと。今フォアボール選んだね。丸はこれもできるから魅力的なんよ。フォアボール稼げるんで評価を大きく落とさないよね。だからスタメンで出続けるみたいな。ほらまた2個目選んで打線爆発。どうしたんこんな得点取って、珍しいな。こんな中秋広の出番ないでしょ。また丸フォアボール選んだよ。ちょっと相手ピッチャーに問題あるんちゃうかな。絶好調の中打席こんな展開で回ってきて、ワンアウトランナー一塁で、丸が猛アピールをしてる以上こっちも大きなアピールしていかないと。それこそ一発とかね、その狙った結果前回全く打てず、いきなり評価を落とす形になったんだけど、狙いますよね。はい、狙った結果打てなきゃ意味ないね。またいきなり差が分かれて評価を積み重ねたのが丸。こっちは評価を積み重ねられず、レギュラー争いが始まってまだ1安打も積み重ねてないからね。そもそもレギュラー争いが終わって、そしてこのレギュラー争いが再開されるまでの間1安打しか打ってないの、なんでまた始まったんだろう。そこへの疑問と嘆きが止まらないんだけど、今日は1打数0安打の3つのフォアボールとにこやかやな。ヒット打った時よりもホームラン打った時よりも笑顔じゃないですか。フォアボール選ぶことに命かけてんなお前。それができるから丸は強いんだけど、バットも折れていいこと何もなしだわ。アキヒロ次は期待してるぞ。旦那凡退見てまだこんな励ましの声を受けるんだからね。巨人って生ぬるい、だから年々弱くなっていくんだろうな。次のゲームも当然丸がスタメンで出場して、その中アキヒロは代打での途中ということになる。今んとこ丸は打ってないですね。3の0って感じ。その流れでアキヒロ、うん、ここで打つことによってアピールになりますから絶対に打ちましょう。大きな結果も重要なんだけど、まずはこのレギュラー争いが始まってからの初安打を打とう。これがないとねどうしようもないわけですから、まずは一つ何でもいいんですよね。フォアボールもよしなんだけど、なかなか選べる球が来ないから、まあ一番簡単なのは打ちに行くことやな。打てる状態ですし、この状態の時に打ちに行かないともったいないでしょ。外れてフォアボール選んじゃったね。打てる球がなかった。その流れから盗塁と決めたら、ああいやー、うまくね見たらできなくもないんですけどね、間を盗めば。まあでも無理からせんでいいから、できる選手ではないでしょ。あーでもどうだろう、変化球は続いてる。で追い込んでる、この流れ多分変化球で来るから、行ってみて。エンドランという形でめっちゃ坂本打ちに来るね。こっちの盗塁とか一切考えてないな。そこは見逃して次変化球で来るはず。こどうだ、グッドスタート。あーストレートだった、直球だった。で取る、セーブ、よかった。相澤かなキャッチャー、送球それてましたね。救われたわ。タイミング的に重くさアウトなんだけどね。これプロ2盗塁目を決めることができました。この盗塁っていうのはレギュラー争いのアピールにもつながるし、あとは新人王を取るためのアピールにも当然つながってくるわけなんですけど、ぶっちゃけ前回の動画で新人王候補確認したんですけど、全然ライバルおらへんのよ。レギュラー争いに勝たないまんまずっと代打で出場し続けて、その中ある一定の数字を残すのであれば、それで取れるんですよね今年のセリーグ新人王って。また打席向かいました。2アウトランナー1塁2塁という美味しいチャンス。ここは打たないとな。チャンスで打つバッティングが一番評価されるんだから。てかここで打たないと1打席目のフォアボールが結局評価されないケースになりますから。はい、正面。うわーし、今日で3試合連続無安打か。そろそろ打ってくれないと困るな。だがトータルで見れば悪くない内容だった。盗塁とフォアボールを選んだことが評価されたということでしょうね。監督の信頼度は下がるどころか上がった。ファンも45人増えるんだ。あの場面で打つ方が増えると思うんですけどね。盗塁1つするだけ、フォアボール1つ選ぶだけでこうなるのか。今日の丸は4打数の1安打と打ってたんやね。秋広、何？いい働きだったぞ。本当に？本当に？あれで？あの場面で打てなかったのに？生ぬるいな、生温かいな。3試合目、スタメンで出ることは、あ、できますね。よかったですね。じゃあ、ここで活躍していきましょう。状態絶好調もそう長くは続かないから、今の間にやっぱ稼げるもの稼いでいかないと。さっきも言われた通り、まだレギュラー争いが始まって3試合経過して1安打打ってないからね。多分、原監督ももうそろそろ何かすぐ答えを出そうとしてる部分もあるはずなんで。前回、レギュラー争いって1ヶ月近く続いたんですよ。でも、続いたのは共に打ってたから、
いいアピールをしていたから、これ一方的にアピールし続けて片方が打てないっていう状態が続けばすぐ答え決まると思うんだ。だからやっぱ丸が打ってる間こっちも打っていかないとすぐ答えは出るし、こっちが打ち続けて丸が打たないっていう状況が出来上がるのであれば、そうそうねスタメンを勝ち取ることができます。丸はそれで納得してくれるのかどうかわかんないですけど、深いとこ悩んだ。いただき、今こんなので今はというか、なんかずっとそうですね、1軍に上がってきてからまともなヒットの方が少ないような気がするが、なんだっていいんですよ打てれば。さらにまた盗塁も決めていきたいが、先盗塁決められたのは相手の送球ミス、キャッチャーのね。それ待って、ブリンソンバント、なんやねん今してない敵を振りに来るんか、ようわからんな。お前そんな揺さぶる選手じゃないだろ、余計なことすんなよ。追い込まれた、次のカウント行ってみよう、行こう。あー早かった、牽制あと、いやー、まあいいえ、まあ、こういうことあるよね。牽制でアウトになっても別にこれ評価下がらないんですよ、パープルの場合は。そういう部分までは事細か見られないですから、初戦はゲームですよね。リアルであの場面でさ、牽制しなんてやらかしたらとんでもなく評価下がりますけど、この世界は違うんだ。安心しなさい。とりあえず評価を下げなければいい。積み重ねていけばいいだけの話なんで、ちょっとここは強心で。まあ、基本的にランナーがいないスタメンでの機会の打席っていうのは一発で大きな結果を積み重ねたいよね。わあ、しょうもない。全部弱い、弱しか出てないけどね。でもそんな弱でも結果ヒットになれば評価されますからね。強だろうが弱だろうが、シングルヒットはシングルヒットですから。3打席目を迎えて、ここもランナーがいないので大きな結果をちょっと求めていこうかな。あー、逆方向、打球は切れんな。よーし、ナイス、これはうまく捉えたな。タイミングが若干遅かった、振り遅れてたけどいいんですよ、振り遅れて流した方向の打球の方が広角打法持ちなんでよーく伸びるんでね。長打いただき、レギュラー争いが始まって、初安打からの初長打。続いて横浜3連戦がこれから始まっていて、交流戦前最後のカードということになりますが、このゲームも続いてスタメンで出ることはできるのか。あのアピールがあったからできますよね、当然のごとく。やっぱ状態絶好調の時により機会与えてもらわないと困りますから。ただこの後またスタメンから外れるんじゃないかな。前回レギュラー争いしてた時は2試合スタメンで出ても3試合連続で出ることなかったんですよね。打っても打たずとも変えられるってことがあったので、なんかそういうシステムなんでしょうね、きっと。2試合ずつスタメンで与えていて、その中活躍する方を最終的にスタメンで出すみたいな。どちらにせよね、活躍し続けることは悪いことではないので、今日も打ちましょう。相手ピッチャー浜口、チェンジアップをよく投げてくれる投手なので、それがもしも高めに広角打法が働くところに来たら、うまく捉えてスタンドイン。あ、今のストレートとか甘かったね。でも反応できなかった、追い込まれたんでミート押しに切り替えて当てに行く。今このタイミングでそれ投げてくんの、もっと早い段階で投げてきてくれたらよかったんだけど。入ってるというか、2ストライクの状態だとああいうとこ無理くり打ちに行かないとね。三振はちょっとよろしくなかったな、当てに行っておけばよかった。甘かった。最初構えてたとこに来たの、なんで打ちミスった。で、動揺してんのはあっちっていうね、こっちが動揺したいわ、意味わかんないぞ。あー、今のも打っていいんだけどな、なんか手出ないんだよな。ここで炎、この僕、よしまた打席迎えて、次も打っていきましょう。この打席はちょっと大きな結果欲しいですけどね、状況的に一発を狙いに行って、それが出たらさぞ気持ちいい。やっぱプロ第1号打って以来出てないんでね、2本目3本目打てるポテンシャルと状態はあるぞ、あるんだぞ、あるけど打ててないんだぞ、俺の使い方の問題だよ。今のだって打っていい、あまりにもアウトコース待ちすぎてインコース反応できなくなってるわ。あ、でこれは悩んだ。よっしゃー、今ショートがもたついてくれた。取るまでも遅いし、取った後も送球が遅かった、全て遅かったんで救われたって感じで、その流れで盗塁とか決めてみようか。チェンジアップが多い選手なので、ゴー、完璧、パーフェクト盗塁。外してきたが送球はそれてるし、おーイエース、バトルブロックもないから安心。今日は2安打で盗塁もしていいアピールはできている。締めに大きな結果また出したいっすね。最後いつだって雑っていうね。やっぱり次の2試合目、丸がスタメンで出るということになりますね。そういうシステムなのに仕方がない。今んとこアピールしてるのはこっちですから、まあ、このままいけばいけれるのであれば、ただ丸が打つのであればめんどくさいんだよな。今はまだフォアボールを選ぶフェーズ。まあ、それもそれで鬱陶しいよ。これで何個目や、お前フォアボール選ぶ。レギュラー争い始まって5つくらい選んどるけどな。うわー、今ホームラン打った。もうこれがあんねん。フォアボールも選んでホームランも打つから。多分ね、この試合前までの評価こっち高かったんですけど、また判定して丸が高くなった。もうなんなんだよこいつ、毎回レギュラー争いが始まったらすごく打ち始めるんだよ。前回だってレギュラー争い始まる前全然打てなかった、だから丸のポジションを奪ったれっていうことで選んだんだけどね、その結果負けて、ほんで今回だってそうですよ、活
勝てそうかなと思った流れでまた丸が打ち始める。で代打で打てねえし、もう1打席ありますね。その中打ったらめちゃくちゃ美味しい場面じゃないですか。勝ち越しのホームランになるか。いやホームランじゃなくたっていいけどね。でもそれが一番いいし出したいな。相手がやっぱホームラン打った日はこっちだってもうそれに反発して猛アピールホームランっていうことをしていきたいんですよ。行きたいの、なんで追い込まれてんの、なんで2球手出さないの、バカなの。んで追い込まれてその厳しいとこ打ちに行ってアウトになるんだったらただのバカだね。そのただのバカになる予定はないので、最終的に打ったるわ、絶対打ったるわ。甘かった甘かった甘かった。え、ここでゲツーゲツーゲツー。若い日丸に関してはトータルホームラン1本を含めてあの後の打席でもヒットタイムリーを記録してますからね。うわー、もうアピールやな。フォアボールも選んで打ててホームランも記録して、なんでお前できない、それ始まった途端毎回毎回こんな活躍するの意味がわからん。今丸が評価50を集めてこっち42、試合前まではこっちの方が高かったはずなんですけど、丸のホームランまたそれ以外の活躍にもよってこういうことになっていて、以降こういうのが続くんですよね。前のレギュラー争いと全く同じですよ。こっちは単打でコツンコツンとかね、足で見せてとかそういう形でヒット出塁して評価を積み重ねると、丸は一発を打ってくるから、それで一気に判定して丸が上になって最終的に丸が上のまま終わった。同じこと繰り返してる。こちらもホームランを打つ必要性がある、だから狙ってるんだけどね。でも打ててないっていう、そんな簡単に打てないよなホームランなんて。丸が打ってくれ、はい、またまた打った、お前もほわ、もうこれ無理、前と全く同じ、今のまんまじゃ無理だからこっちも打つ必要性がありますね。丸はホームランを打ってアピールしてる、今中から打ってる。そんな選手レギュラー争いを持ち込んだな、もう大間違いでしたね。バカじゃねえの、勝てるわけねえじゃねえか、全盛期の丸じゃねえか、そんなね。そんな丸なわけないんですけどね、数字見る限り。もうミートチン切り替えよ、ここは。詰まって。あーもうヒットヒットヒット、とりあえずね1打席目はこれでいいんですよ。ランナー1塁、うん、前と同じやね、先と同じやね。その中打ったらアピールにつながるから、もう初球から打ちに行けよ。待ってても狙いどころには球が来ないんだぞ。で最終的に苦しいとこ打ちに行くんだったら初球から打ちに行った方が絶対いい、まあ、待ってその球待つっていう展開もまあ悪くはないんだけどね。でも簡単には来てくれない、難易度パワフルで今マークされてるんですよ、他球団に。なおさら来ないんだよな。甘い、よし抜けルー。チームは4対2で勝ったんだけど、共に活躍し、でもその活躍具合が違う、度合いが違う、丸の方が今日だっていいアピールをしているはずですよ。5回には11号目となるもので、そしてその後フォアボール選んでるでしょ。打った後も選べるし、打つ前も選べるし、お前ほんとすげえなって思うよ。これで横浜戦終了して、以降は休みが続いて交流戦が始まるので、その交流戦もレギュラー争いの中続いていくということになりますね。その間練習とかをしてパワー能力を今上げてる最中なので、そこの部分を高めていきましょう。特殊能力とかもつけたいですけどね、クリスタルとかいろんな部分が足りてないからすぐ早急につけることはできない。ルーキーチェックのコーナー、あ、これ重要ですよ。新人王候補の名前が映るかもしれないね、資格を持ったものが。今年のルーキー選手の働くビルをチェックするこのコーナー、まずは投手部門。1セーブ防御率 0.00 オリックスの三田村選手、知らないなこのやつね。ほんで、あ、巨人からもなんかいるじゃないですか、2勝 3.18。 こいつも新人王資格持ってるんだったらライバルになりそうだけどな。 DeNA のやつはしょぼいですけどね。え、活躍なの、5.91 で活躍言われてもピンとけえへんけどね。で、野手では、はい、出た !OB のノリさんね、転生としてこの物語で2ホーマー7打点3割0分4厘と活躍していて、今パリーグの圧倒的新人王候補ですよ。改めて現在の新人王最有力候補セパとも見ていきますが、パリーグではノリさんが83の評価を集めて、時点で67の評価を集めている楽天の選手もなかなかいい数字残してますけど、まあでもノリさんがいる以上はチャンスはないだろうし、あとはもうセリーグに関しては圧倒的ですよね。秋広がまあその中数字を残してる。これは大前提ありますよ。ただ、それ以上にやっぱり下の者たちがしょぼいんですよね、資格を持っているもの、今一軍で出てるものっていうのが。だからこそライバル不在で、もうぶっちぎりで新人を取れますよ。この後何かが出てこない限り、またアキロは急激に数字を落とさない限り、さらにこのレギュラー争いに勝ってスタメンで出続けるってなったら、機会の差でより評価を積み重ねていって差を開けることができるんで。ただこのレギュラー争いで勝つのが難しいんだよね。丸がホームラン打つのであれば、こちらもホームランでアピールをしていかないとダメで、これから始まる交流戦、パリーグの投手はセリーグ以上にいいものが多いですけど、その中うまく打ってね、このレギュラー争いに勝ってより新人王を確実に取れる状況を作るため、物語を進行していこうと思います。興味があれば次回の動画も見ていただけると嬉しいです。今回の動画最後までご視聴いただきありがとうございました。